える大久保、現役ナンバーワン捕手は、元巨人打撃チーフコーチの大久保博元氏が15日までに更新されたフリーアナウンサー田中大輝の YouTube チャンネル、田中大輝のアスリートチャンネルにゲスト出演。現役捕手で注目している選手の名前を挙げた。この日は日本ハム、阪神でプレーした今成亮太氏と共に、プロ野球歴代現役セパ最強捕手をテーマにトークを展開した。その中で大久保氏は、一番全体的に見ていいのは、と話した上で、西武の岡田正敏捕手の名前を挙げた。意外な名前に田中アナも今成氏も驚いた。大久保氏は、あいつのリードはナンバーワンだと思うとベタ褒め。さらに、ピッチャーに行くタイミングも良いし、ピッチャーの顔見てると、こいつは絶対に、こいつは信頼を受けてると思ったと説明した。ジャイアンツの小林じゃねえのかよ。阪神ファンとしては、梅野や坂本の方がいいぞと言いたい。なんで、ジャイアンツキャンプ出入り禁止になって、選手との接触 NG の人間が、堂々とメディアで話してるわけ？投手陣全員から嫌われて、キャッチャー失格だった奴に言われてもな。人のことをこいつという人間に、ろくな奴いない。あいつって、やっぱりもろもろアウトな人なんだね。西武に褒められてもな。西武球団に、秋波でも送ってるのかな。未だにリードが言われるって、もう、ビッグデータの、時代投手の技量が全て。大久保さんの言うこと、どこまで信用できるのかな。え、でもデイブってリード上手かったかな？この人の話いつも根拠が薄い。だから薄っぺらい話ばかり。西武のコーチになりたくて仕方ないんやろな。媚び売ってるよな。西武ばっかり見てるんちゃうか、なんで弱いかな。大久保にリード褒められて喜ぶ人いんのかな。